どうもこんにちは、バキュンバキュンのレジ君と申します。よろしくお願いします。ということで、なんとフォートナイトに星野源パイセンがやってくるということで、この動画ではね、イベントの参加方法など紹介していきたいと思います。では行く。さあ、ということで、気になるのは皆さん日程いつやるのっていうことだと思うんですけども、まだ未定となっております。イベント自体は決まってるけど、詳細は後ほどみたいな感じで、こちらをご覧ください。サウンドウェーブシリーズということでね、この右の人が、星野源さんになる、そんなイベントが訪れます。サウンドウェーブシリーズ星野源みたいな感じで、10月11月かな、わかんないけど、うん、2日間にわたって見れるみたいですね。で、参加方法なんですけど、なんかね、すっごいいろんなモードがあって、フォートナイトはいろんなモードがあって、イベントが近づくとね、専用のモードが出るんですよね。星野源多分おすすめとかかな、星野源。まあこれはまたね、分かり次第動画にして、ちゃんと誰でも参加できるように説明したいと思います。で、どんなイベントになるかっていうと、今までね、フォートナイトいろんな人とコラボしてきたんですよ。マシュメロから始まり、トラビス・スコット、アリアナ・グランデとかも皆さんご存知ですよね。日本のアーティストでいうと、米津玄師とも、米津さんですね、ごめんなさい、米津玄師さんともコラボしてるんですよ。その時はね、パーティーロイヤルっていう、これですね、なんかスクリーン上だけだったんですけど、今回の星野源さんのイベントはね、なんかマップに入り込む形なんで、自分自身がいろんな体験をできると思います。イメージとしてはこんな感じかな。 O2 っていうライブがあったんですけど、うん、こんな感じでいくと思います。はい、ということで、ごめんなさいね、駆け足で、まだまだあります。フォートナイトね、エモートっていうのがいっぱいあって、なんかね、キャラクターがね、いろんなダンスするんですよ。もう本当にいっぱいありますよ。見てください。こちら全部エモートです。これ全部エモートなんですけども、このサウンドウェーブシリーズ第1弾のモハメド・ハーマキパイセンによると、なんとね、エモートも出るんだって。曲のその人のエモートも出る。イコールよ、イコールよ。星野源フューチャリングフォートナイトイコールエモート。夢の中にあるものみたいなエモートが、もしかしたらね、確定ではないんですけど、追加されるかもしれません。幻の恋ダンスが2021年登場するのかもしれない。このね、アイテムショップっていうところでね、売られるかもしれません。これもまたね、情報分かり次第、動画にしていきたいと思います。ごめんなさい、すごいパパッと駆け足で説明しちゃったんですけど、おさらいすると、日程はまだ未定でも、やることは決まってます。参加方法は専用のね、モードが出てきます。で、もしかしたらエモートがね、来るかもしれないです。はい、ということでね、フォートナイトのこのイベントすんごいんですよ。ちょっとね、概要欄とコメント欄に貼っておきますか。このイベント僕全部出してるんですけど、トラビス・スコットかな、僕が一番興奮したのは、トラビス・スコットで、最近はね、アリアナ・グランデとなんかリフトツアーっていう、すごかったね、あれも。もちろん、米津玄師さんもすごかったですよ。パーティーロイヤル、初めてですからね、多分、フォートナイトで日本人アーティストは2人目ですね。2人の共通点は、歌が歌えるってことですかね。はい、ということで、短い動画になっちゃったんですけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。最新情報、絶対に見逃さないでくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。やべえ、もうすでにワクワクしてるぜ。お疲れ様でした。